いやー、刀鍛冶の里編第8話。いや、めちゃくちゃおもろいっすね。ということで、えー、本日はですね、そんな刀鍛冶の里編第8話の先行見どころシーンまとめやっていきたいなと思っております。さあ、ということで今回ですね、原作118話から119話まで行、えー、くんじゃないかなと思っておりますので、えー、皆さんぜひとも最後までご覧ください。それではもう早速やっていきましょう はい、ということで、まず最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、えーと、ときとうむくんの過去ですね。えー、そう、この水獄鉢からの脱出によって、す、え、べ、ー、てを思い出した無一郎ろ実はそんな無一郎は、あ、双子であったんですと。 僕は双子だった。僕の兄はゆういちと言った。とですね、今回のこの回想シーンでは、そんな無一郎の兄であるゆういちの登場、そして初登場なので、声優さんキャラクターデザインが初解禁となっております。いやー楽しみですね。声優さんは誰になるんでしょうかね。個人的な予想としましては、イリノのュウさんだったりとか、小野賢章さんなんかがね、あるんじゃないかなと思っておりますね。ちなみにイリノのュウさんはですね、 ペンとチロの神隠しのおはくそして尾野憲章さんはあジョジョのジョルノジョバーナなんかをね演じられている有名声優さんですねさあそしてですねこちらのシーンではあ時藤くんが幼くして亡くしたあ父親と母親のいないユイチロ君との二人で過ごしたあそんな生活っていうのがここの回想シーンで描かれていきますムイチロにとって兄なるユイチロの存在があとても大きいそんな過去となっていますのでまあぜひとも注目してご覧ください でさらにですねなぜ無一郎くんが記憶をなくしてしまったのかそしてユイチロろくんは今どこにおり何をしているのかそんな謎っていうのも明かされていきますとても興味深い回想シーンとなっていますのでぜひとも注目してご覧くださいいやーもうここはねマジで大好きですよ うん僕は原作で読んだ時、まあ、本気で感動してしまったので、まあ、今回のアニメでもね、まあ、泣いてしまうかもしれませんね。す、え、べ、ー、ては後半の玉子戦、そして無限上編に、えー、繋がっていくので、えー、とても楽しみです。さあ、そしてそんな無一郎くんの額にあざが発言しますよということで、えー、こちらなんですがあ、ついに記憶を取り戻した無一郎を失っていたものを取り返し、えー、大事なものに気づき、えー、覚醒する無一郎くんの そんな姿があ今回の回想の後に描かれていくんじゃないかなと思っておりますねお前は自分ではない誰かのために無限の力を出せる選ばれた人間なんだ とですねえ他人のためならいくらでも本気を出せるえそれが柱としてのシーンの姿あそれが霞柱時頭無一郎なんだからということでえそんなシーンの意味での柱っていうのが描かれていきます、えー、ここからはですね最高すぎるぐらいにかっこいい時頭、えっと、無一郎くんっていうのが描かれていきますのでいやーめちゃくちゃ盛り上がっていきますよーと。 いやー、ということでね、まあ、楽しみですね。さあ、そして続いての見どころなんですけども、こちらということで、永遠に磨くことをやめない鋼塚さんとなっております。で、前回からですね、ずっと玉子によってえ攻撃され続けますがあ、それでも研ぐ手を止めませんと。はい、普通にえぐいですよね。うん、根性っていうのが半端ないんですけども、えそしてですね、ぐぬぬぬとですね、怒る玉子っていうのも、まあ、なかなかね、まあ、今回変わってます。 可愛いのので、まあ、見どころ満載の、まあ、そんななシーンとなっておりますねいやー、楽しみですね。さあ、そして続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えー、ついにギョッコ vs 時と無一郎が開戦いたしますと、いやー、やっとですかー。 うん、だいぶ待ちましたね。まあ、ハンテング戦により2週間待ったこの対決と、うん、時藤くんが鋼塚さんのいる、え、あばら屋にみんなを助けに来たことで、え、その火蓋っていうのが切られました。いやー、ついに始まりましたかと。 うーん、すごくね、楽しみなんですが、あ、玉子もですね、少し焦っている、えー、そんな描写っていうのもありましてですね。いや、相変わらず表情豊かで、まあ、可愛い玉子っていうのも、まあ、描かれていくんですよね。さあ、ということで、えー、そんな感じで続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えー、玉子のタコツボ地獄ですね。えー、玉子の血起術である、えー、タコツボ地獄なんですが、いやー、もうダイナミックな戦闘っていうのがついに、まあ、始まっていきましたね。で この技なんですけども、壺から巨大なタコの食腕のようなものが無数に溢れ、周囲を投げ払うだけでなく、敵を締め付けることもできるね、技となっているんですよねで。さらにですね、弾力に富み、生半可な刀ではね、まず切ることができないね、食腕となっておりますと、いやー、なかなかですね。 うん、ダイナミックな戦闘ですね。いやー、とても楽しみですね。で、そしてこのタコツボ地獄によって、え、あばらっていうのが壊されてしまい、え、外に投げ出されてしまう、え、鋼塚さんたちとおいうことなんですが、あ、しかしですね、そんな小屋がなくなってもなお、研ぐのを絶対にやめようとしない、え、鋼塚さんということで、いやー、やばいっすね。 えー、ここまで来るとさすがに、まあ恐ろしいというか、まあもう絶対にね、この刀を磨いてやるぞというね、えー、思いが本当に強いですよね。はい。まあそれだけ早く磨きたいんでしょうね。さあ、そして続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えー、新しい刀を受け取り、えー、本気を出す無一郎っていうのが描かれていきます。いやー、これはですね、本当にね、 え楽しみですよね。えー、そうなんですと。金森さんと出会うことができたため、えー、あの箱ぼれしたね、えー、刀とはもうおさらばしましてですね、えー、ついに本当の無一郎の刀っていうのを受け取りですね、えー、さらに本気を出していく、えー、無一郎のそんな姿っていうのが、ここで描かれていきます。いやー、このシーンはね、本当に好きなんですよね。うん。俺のために、刀を作ってくれてありがとう。 金森さんとですね、なかなかセリフもかっこいいんですよね。で、そしてここではですね、当時、鉄井戸さんという方が、時藤くんの刀をね、担当していたらしく、その通りに、再び刀をね、研いだという描写がね、ありましたね。で、またですね、鉄井戸さんの登場によって、どれほど無一郎くんが努力をしていたのかがね、はっきりとわかる、そんな描写っていうのがあるんですよね。 はい。無一郎くんは口だけでなく、千平堂を吐くような鍛錬をしてきたからこそ、今柱であるということで、えそんな描写っていうのがあるので、ぜひともね、注目な、そんなシーンとなっておりますね。いやー、そう聞くとですね、こっから先の展開っていうのがより楽しみになっていきますね。で、鉄井戸さんがね、今回初登場ということで、まあ、声優さんがね、多分解禁されるんですけど、まあ、鉄井戸さんもね、まあ、なかなかいいキャラクターなので、 はい、あ。ちょっと楽しみですよね。さあ、そんな感じで、えー、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えー、そんな無一郎くんの、お霞の呼吸、後の肩、カウンの海となっておりますね。いやー、かっこいいっすね。で、この技はですね、高速で繰り出される、細かい斬撃で、敵の攻撃を断つね、技となっておりますね。いやー、かっこいいっすね。 うーん、どんどん攻めていく、無一郎くんのそんな姿が、たまらなく興奮できるえ、最高のシーンとなっておりますね。いやー、今回これをね、 見れるというところで、ま、ほんに嬉しいですよね。はーい。さあ、そんな感じでえ、さらに続いての見どころなんですけども、こちらということで、えそんな無一郎くんの煽りえ、そして次回へとなっておりますね。はーい。で、玉子のですね、素早いみじん切りだが、壺の高速移動にはついてこれないようだな、というセリフに対し、そうかな、ずいぶん感覚が鈍いみたいだね。何百年も生きてるからだよ。 とですね、えー、煽り返す、えー、無一郎くんの、まあ、最高にたまらないシーンっていうのがですね、このね、次回への展開の前に描かれるということで、とてもですね、楽しみなんですよ。やっとこの二人の煽り合いというか、ギョ vs と紀藤無一郎の、この醍醐味ですよね。 こっから先の展開っていうのはマジでおもろいんですけども、お続いてはですね、第8話あ、最後のシーンということで、次は切るから。お前のくだらない壺遊びにいつまでも付き合ってられないし、とですね、玉子の首に傷をつける無一郎くんっていうのが描かれていきます。まあ、こちらがね、おそらく第8話のお最後のシーンで描かれていくんじゃないかなと思うんですけども、 いや、もうたまらんすよね。え、玉子の首に傷をつけて、次は切るからな、ということでね。うん、口だけじゃなくてね、ちゃんと行動としてもね、現れている無一郎くんのそんな姿がですね、もうたまらんすよね。 で、おそらく、まあ、第9話はね、え、本気の無一郎 VS、え、玉子っていうのが、まあ、見えてくるのかなと思うんですけども、まあ、そんな第9話、いやー、めちゃくちゃ楽しみですよね。まあ、第8話もなかなかおもろくなりそうですよね。はい。はい、ということで、まあ、今回の見どころはこんな感じなんですけども、お、皆さんいかがだったでしょうかいや第8話ね、めちゃくちゃおもろくなりそうですね。はい、ということで、皆さんのコメントなんかもお待ちしております。さあ、ということで、 えー、それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう